今日、愛知九博記念公園の駐車場に電気自動車の充電器が初めて設置されました。2基4台分の充電器を寄贈したのは、地元長久手市に本社を置く電気機器メーカーの日東工業です。環境をテーマに開催された愛知万博の理念を引き継ごうと充電器を寄贈しました。式典では愛知県の大村知事から日東工業の黒野徹社長へ感謝状が送られた後、日東工業の社員による充電器の説明や充電のデモンストレーションなどが行われました。この EV 充電器は9月頃から運用される予定です。